聞いてほしいの、あたしのことウィンディキシーのいた夏は、ケイト・ディカミロの児童文学。および、それを原作とした映画。2000年出版。日本では2002年に、ポプラ社より出版。オパールは、牧師をする父と二人きりで、ナオミという、小さな町に引っ越してきた女の子。町に来たばかりのオパールには、友達がおらず、3歳の頃に、母が家出したため寂しく過ごす。 オパールは心の中で神様、あたし、友達が欲しいの。それからもう一度お母さんに会いたいとつぶやく。そんなある日、オパールはスーパーで一匹の野良犬に出会い、ウィンディキシーと名付けてそのまま家に連れて帰る。父から飼い主が見つかるまで一時的に預かるとの条件で、オパールはウィンディキシーと暮らし始める。オパールは父とトレーラーハウスを借りて住んでいるが、実は ペット禁止。隣に住む王やアルフレッドに、ウィンディキシーのことがバレて、夏が終わるまでに新しい飼い主を見つけると約束する、ことに。後日散歩中のウィンディキシーは気ままに走り出し、ある時はペットショップ、またある時は図書館、さらには魔女の家へとオパールを振り回す。しかしオパールはそこにいる人と仲良くなり、ウィンディキシーはオパールに友達を見つけてくれる、天才だった。 ペットショップで働くオティスト親しくなったオパールは翌日から仕事を手伝いに訪れるようになる。図書館では物語のようにいろいろと話を聞かせてくれる館長ミス・フラニーと友達になる。また魔女と呼ばれるおばさんグロリアには私は目が悪いけど心の目で見るからあなたのことを聞かせてと言われる。オパールはずっと誰かに聞いて欲しかった自分の寂しい気持ちを グロリアにすべて打ち明ける。ある雨の夜、眠れないオパールは、母のことを話したがらない父に頼んで10個だけ母のことを教えてほしいと伝えるが、母の人柄などを9個聞いたところで終わりにされてしまう。ある日オパールは、オティスと警察官のやりとりで、オティスが過去に刑務所にいたことを知り動揺し、グロリアに相談する。グロリアは、自身が酒に溺れて、 失敗をした過去を打ち明け、今のオーティスを心の目で判断することが大切と助言する。別の日オパールはミス・フラニーから祖,祖父が南北戦争で傷つき人々を幸せにするためにキャンディー会社を作った話を聞く。そしてミス・フラニーからそのキャンディーをもらうオパールは甘さとともに悲しみの味を感じる。ミス・フラニーからそのキャンディーには悲しみの味付けがされていて、 心に悲しみを持った人だけが感じる味だと聞かされる。キャンディーを分けてもらったオパールは、父に一つあげると悲しみを感じて、十個目の話として母が酒に溺れた過去について伝えられる。オパールは世の中はこのキャンディーみたいに甘さと悲しみがごちゃ混ぜになっていると考える。ウィンリキシーや周りの人たちと過ごすうちに、オパールは次第に明るさを取り戻していく。 後日、自分や周りの人の悲しみを癒すためにどうしたらいいか考えたオパールは、ウィンリキシーが出会わせてくれた人たちを集めてパーティーをする。アメリカでは2005年2月18日にウォールデンメディア20世紀フォックス配給で公開。上映時間105分。日本では劇場未公開であり、2005年に DVD、ビデオレンタルとなった。 オパールと親しい大人たち町の子供たちその他の主な人たち、ありがとうございます。